これ失敗のは別にそんな考えてねえしみたいな。舐めたやつも多いじゃないですか、なんか。え、物ができないくせにさ、生きがって。YouTube で吠えるから、もうそれで済むのかっていう。え、仕方すればそれで済むのかみたいなさ。え、一回言ってはめてきたのに、無視すればそれで済むのみたいな。済まねえだろみたいなさ。別に自分のさ身がさすごい立てば別にそんなんって言われたらなかったら別に大したことねえよみたいなさ感じになるっぽいじゃないですかね。なんじゃ絶対で金じゃんみんなね。そいつらが吠えてきたのもこいつはすげえと思ってるから言ってきたでしょみたいなさね。話題に上がってなんかそっちも得したでしょみたいな感じでもしかして思ってんだったらてめえらほんとバチぶっ飛ばすよみたいな感じでね。お前らみたいなのに絡まれてからこっちは下がってんだよみたいなさ。ね。そういうわけにはいかねえし、みたいなさ。そういうやつに舐められたままとかそういうのはちょっと好きじゃない、みたいな。物ができないんだからさ。ね。精神力が強いから、国家資格も1位取れるわけじゃないですか。ね。サーフィンだってスケボーだっていけるわけじゃないですか。